寝せようにケです。今日はですね、60年近くやっているミョンドンの老舗ソルロンタンに行きたいと思います。このお店は朝ごはんにおすすめなんですよね。なぜなら6時にオープンするから。だから帰国日でも行きやすいんじゃないかなって思うので、ソルロンタンをミョンドンで食べたい方はもちろん、韓国の朝ごはんとしてソルロンタン食べたいっていう方はぜひ参考にしてみてね。また動画の最後にお店の総評結果を正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。それではカジャー。今ですね、お店の近くに来ていて、ニューバランスの近くにいます。実はお店までね、少しちょっとね、わかりにくい場所にあって、ここ、細い路地があってね、この中に入ってるんだよね。ちょっと暗いから、若干怖さもあるかもしんないけど、全然そんなことないので、進んでいただいて、突き当たりまで行くとお店が見えます。そして今回行くお店がこちらのミソン奥っていうところ。お店に入ると何名か聞かれるので、人数伝えて好きな場所にね座るっていう。メニューはソルロンタンとスープだけで、大きさが普通サイズと大きいサイズがあるっていう。キムチと比較的これも出してくれて、かつね、まあおかわりも自由っていう。そしてじゃじゃーん、ソルロンタン来てます。このソルロンタンは注文して1分ぐらいで出てきた。スピーディーな提供をしてくれてるお店だから、本当に帰国日の朝にものすごく行きやすいんじゃないかなって思う、ここは。そして具材に関してなんだけど、ソルロンタンはまず麺がね入っていて、あとはお肉が入っていますね。そして今回のソルロンタン、僕が今まで食べてきたソルロンタンの中でもかなりねお肉の量が入っているソルロンタンかなって思う。そして塩、ソルロンタンはそのままだとあまり味がしないっていうことで、塩を適量入れるっていう。僕は基本スプーン1杯分ぐらいは入れるかな。スープは透明な感じではないけど、半透明ぐらいかな。白いダクダクのスープもたまに見るんだけど、そういうのではなさそうかな。あとは塩入れて適当に混ぜて、スープ飲んでチェックするっていう。これで塩がね適量だったら OK。ちなみに僕が入れた量は若干ちょっとね多いぐらいの量だから、あれより少し少なくてもいいと思う。あとは塩が効いたスープと白いご飯は相性がいいから、こうやって食べるのもねおすすめ。そして角的とキムチもあるから、ソルロンタンと一緒に食べていくっていうのがこの基本的な食べ方になるかな。それでは本格的に食べていきましょう。チャーモッキスミだということで、塩を加えて味を濃くしたソルロンタン。そのままだとどういった味なのかっていうの、もしかしたら気になると思うんだけど、結構お湯に近いかな。そんなにね味も濃くなくて、若干出汁が効いてるのかなっていうぐらいの風味だから、塩は絶対入れるのがおすすめ。ただお店によって出汁がねものすごく出てて、別に塩がいらないなって思うようなとこもあるから、一回スープ飲んでみて塩入れるかどうか判断するのがいいですね。じゃあ塩入れた後のソルロンタンってどんな味わいになるのっていうところなんだけど、まあ普通に塩の味が濃く出たスープになるっていう形かな。おにぎりに塩を混ぜると若干お米の甘さが強く出るじゃないですか。僕は出ると感じてるんだけど、それと同じような現象って言えばいいのかな、味の化学反応が起きて若干甘いような、そんな味わいが足されますね、塩を入れると。だからソルロンタンに塩を入れるのは、ソルロンタンのスープともものすごく相性良くて、で塩ってお米とも相性いいじゃないですか。だから塩を入れたスープ、これにお米を浸すと塩味効いたスープがお米との相性良くて、かなりねいい味わいになります。ちなみに今食べてるキムチだったり角的もうだいぶ濃い味になってる。結構ね濃くてシャキシャキしてて食べ応えもあるから、この角的とキムチは積極的に使っていこう。おかわりもできるからね、店員さんが追加で入れてくれるから、積極的にねどんどん食べていくのがおすすめ。ものすごく角的とキムチはソルロンタンにも相性良くておすすめだから。あと今はねまだしてないんだけど、だいぶスープが減ってきたら、あと具材も減ってきたら、お米と角的だったりキムチ入れて食べるのもおすすめだから、
この動画でも後半にそれするので楽しみに見ててください。ただ韓国の方々はもう3割ぐらい食べたらお米とキムチとカクテキドバって入れて食べる人も中にはいるかな。結構僕は見かける方かな。うん。あと年齢層なんだけど、お客さんできてる。結構幅広く来てる。正直老舗のツルロンタンだから上の世代が多いのかなと思ったんだけど、30代とか20代もそうかな、来てて、普通に若い世代からも人気あるお店。なんならお客さんの割合としては30代が多いんじゃないかなって思ったね。僕は結構意外だったんだよね。もう上の世代の方からしか来ないのかなって思ってたから、30代とか20代とかも来てて、ソウロンタンめっちゃ人気じゃんって思ってね。あと外国人割合なんだけど、韓国人の方が多かったですね。日本語とかも書いてあるから日本人のお客さんもいたんだけど、2組ぐらいしかいなくて、あとは普通に韓国人の方がいっぱい来てたから、もしかしてね、平日とかの昼のランチはもう社会人でいっぱいなってるんじゃないかなって思う。この日は休日のランチでした。あとローカル感がねあるお店だから、昔ながらの韓国料理店っていう感じもね人気な理由なんじゃないかな。店員さんもね笑顔とか少ない方なんだけど、人当たりはいいから接客っていう部分ではいい印象を僕は持ちましたね。じゃあそんなミソノクのソウロンタン、ポイント3つ説明していきます。まず1つ目のポイントが6時から営業しているっていうところ。しかも注文して速攻来るから本当に刻みにねおすすめできる。7時にこのお店出ても1時間弱で院長だったり金庫には着くから、10時とか10時のフライトには間に合うんじゃないかな。続いて2つ目のポイントは、カクテキやキムチがいいっていうところ。おかわりできるのはもちろんなんだけど、味がものすごく濃い、あとはシャキシャキしているっていう部分で、ソウロンタンの中に入れてもそのシャキシャキ感だったり味の濃さは保ってくれるからすごくね美味しい。最後に3つ目のポイントとしては、ミョンドンのソウロンタンにおすすめっていう部分ですね。以前はピクチョンオク先生の新鮮ソルノンタンがあったみたいなんだけど、まあ閉店しちゃったのでね、そこでソルノンタン食べてる人も多かったんじゃないかなって思う。ただこのお店ミソンオクの美味しいソルノンタンがあるから、ぜひねソルノンタン行きたいっていう人はこちら行ってみてください。じゃあそんなミソンオクのソルノンタン、味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。それでは発表すると、味5、コスパ4、接客4、清潔感3、そして総評結果は推し、友達に紹介したいレベルでした。ソウロンタンを僕はものすごく久しぶりに食べて、やっぱソウロンタンって美味しいねって改めて思ったから、また近々ね違うソウロンタンを攻めに行こうかなって、できたらね。じゃあもうごすみだー。ということで今回はミョンドンのミソンオクにあるソウロンタンのご紹介でした。朝ごはんはもちろんなんだけど、ランチにもねいいから、旅行のねスケジュールにも組みやすいお店なんじゃないかなって思う。インチョンフライトが10時でも7時までにお店出れば間に合いそうだから、そういうとこもねいいポイントだよね。ミョンドンでソウロンタンを食べてみたいっていう方、ソウロンタンを挑戦したいっていう方はね、ぜひこちらの老舗のお店行ってみてください。それではご視聴誠にありがとうございました。行ってほしいお店、食べてほしいものなどがあればぜひコメント欄に書いてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョン。